よし、やるか。来てるかな。早いとこ探して合流するか。ニコロビンの目撃情報があった。しらみつぶしに探せ。海軍がいるみたいね。増援を呼ばれる前、みんなを見つけましょう。珍しい生き物だな。俺たちの船でペットにしてやるぜ。俺はペットじゃねえぞ。なんでこんな追いかけてきたんだよ。海軍が辺りを警戒してるみてえだ。気づかれる前にみんなを探そうぜ。仲間が集まったらすぐに出航できるように、サニー号の周りを安全にしといた方がいいな。心配で来てしまうとは。やはり海軍が警戒を強めておる。海賊麦わらの一味を確認しました。至急応援を願います。とうとう来たか。奴らはいつか必ずこの島に再集結する日が来ると分かった。相手はあの麦わらだ。ファシリスター出すぞ。あいつは2年前のパシフィスタの相手はわらわに任せよ。
ヒズリーバッタ。もう少しでペットにされちまうとこだったんだ。助かったぞ。ヒズリーバッタ。俺は先にサニー号へ向かうからな。もう待ってるやつがいるかもしれないし。あの麦わらのルフィの仲間なんだぜ。私たち偽物にいるみたい。騒ぎを起こされると海軍がやってくるわ。あら、不用心な海賊がいるみたいね。サニー号に向かう前にいただいちゃおうかしら。みてえだな。金はある国には困らねえか。夢と感動を乗せて動き出したあいつの名はアーマード。俺。フランキー、ビーム出んのか？ミサイル出んのかよ！武器だけじゃねえ。この体にはたくさんの機能があるんだ、メカ。ゴミにメカってついたの？どけ！悪いけど、あんたのお宝は私がいただくわ。このくらいにしとこうかしら。そろそろサニー号へ向かわないとね。海賊狩りのゾロ、やはり生きていたんだ。捕らえろ。船を探してるだけだってのに、次から次へと海軍が現れやがる。あれはゾロかしら。早く合流しないと騒ぎが大きくなって海軍だらけになるわ。最高のラストライブだったぜ、マネージャー。今までありがとう。待て、ブルック。引退されちゃ商売上がったりなんだよ。妨害を早めて目標を。ルックが誰かに追われてるみたい。早く助けてあげた方が良さそう。妨害を早めする。助かった。そんなことの関わりを知られてはとも思うと、いてもたってもいられず。うせよ。二人での共同作業、これはもう結婚。ありがとう、けど結婚はしねえ。
なけりゃ、うちの会社は終わりだ。くたばろうぜ、ソワルキング。ちょっとちょっと、やばいですって。サニー号は見えない。こっちじゃなかったか。スクラッチ感謝しますよ。お久しぶりですね。準備は万端だぜ。見苦しくあがいてみようじゃねえか。
さそう。また迷子も困るし。船はねえって。サニー号はあっちだ。もう迷うなよ。海軍の意地を見せてやる。ゾロ一人じゃたどり着けてねえだろ。送り届けてくれて助かった。やー、何よウソップ、ちょっとたくましくなっちゃって。そうだぜ、バリーが俺はおめえとチョッパーとの弱小トリオは卒業だ。何が起きてももう動じねえ、そんな戦士に俺はなったのさ。よっ、ホールエレファントロケット、よっ、ロケット、揺らしたぞ。サニー号に乗り込め。まだだ、逃さねえぞ麦わらの一味。ワイは麦わらを追う。お前らは全員港へ向かって出航を阻止しろ。船を出せねえな。障害を通わせる。ゴールエレファントロケット、攻撃準備完了。攻撃を始めよう。わらわが止めてやろう。デッドホー、本気で行く。ロケット、ホールエレファントだ。ホールエレファントだ。ホールエレファントだ。2年前と、お前は正式に海兵になった。お前をここで捕らえる。2年前と変わったのはうちだって同じだ。
あれじゃ、わらわの通り道に砲弾を撃ち込むのは海賊女帝、撃ち方やめー。ジェットバットが覇気をまとっている。ほんじゃな、お前とはまたどっかで会いそうな気がする。やっほおい、ルイ、あれ、あ、なんだ。レベッカ、冷静になれ。誤った真似をするな。やだよ、私は今日の大会のチャンスにかける。お前に優勝できるような大会ではない。お前はまだ子供だ。私の言うことを聞け。親でもないくせに、あなたは片足のおもちゃじゃない。待て、やけになるな。すげえ、おもちゃが喋った。うっ、ややこれはご客人、お荷物でもお持ちしましょうか。面白いですかな。いかがかな、いかがかな。おいおっさん、そんなことより、工場についてなんか知らねえか。工場、いえ、全く存じ上げません。そうか、なかなか聞き出せねえな。こっちから早いとこ工場ぶっ壊さないといけねえのに。ちょっと待て、ここでそんな過激発言はタブーだ。ドン・キホーテファミリーの耳に入ろうものなら。おいお前ら、今なんと言った。ああ、それ見たことか。怪しい奴らめ、知っとらえる。厄介なことになった。工場の話は後だ。今は目の前の敵を倒そう。いつの間にか周囲を包囲されておる。全員倒さねば先へ進めんだろうな。
声出たい。さっき話してたやつ知り合いか。娘のようなものだ。親のいない彼女の面倒を私が見ていた。おもちゃが人間の世話を。やっぱここ変な国だな。ホールエレファントだ。よっ、ビズリーファントだ。よっ、ヘッドホー。よっ、ビズリーファントだ。いくら倒してもキリがねえ。あ、ごめんな、仲間呼ぶのやめろ。次から次へと敵さんが来やがる。いいぜ、この俺が相手してやるよ。残らず倒したようですが、さあ先を急ぐぞ。なあなあ、そろそろ工場について教えてくれよ。どこにあるんだ。確かに工場は存在する。だが私もまだ正確な位置を把握していない。ドン・キホーテファミリーから聞き出すのが一番手っ取り早いだろうな。どこだ、これ。仕方ない、迷ったついでだ。あの敵陣でも落とすか。コロシアムって何するとこなんだ。
幻冬士たちによる殺し合いだ。この国ではこんな残酷な勝負、日常茶飯事。殺し合いが日常だと、ドレスローズは誠恐ろしい国でござるな。取り戻す。判明するだろう。オールエレファント、コロシアムの地下にあると、そう聞いたことがあるぞ。これで情報を集まったら、諸君、コロシアムの地下へと向かうぞ。ファミリーも大したことねえな。お前
ぶっ飛ばしてやる。から思ってたんだけどよ、お前声たけえな。うん、思ったよりもやるようだ。ロフィに知らせる必要があるな。これでようやく工場に迎えるな。だな。あ、でもその前に。これ欲しい。メラメラの実。エースの能力をどっかの誰かに持ってかれるのは嫌だ。おめえにとっては形見ってことか。チャンスなら逃すな。後悔してもつまらねえ。こっちは俺たちにスーパー任せろ。行ってこい。トリーダコロシアム、一般からの出場受付打ち切りますよ。おお、出る出る、俺が出るぞ。待て待て、その格好で行くつもりか。今朝新聞に顔が載ったばかりだ。変装ぐらいしろ。そっか、わかった。出場登録ですね。お名前は？俺はルーシーだ。やっほルーシーさん、選手の控室はこちらです。出番までご自由に。うほー、鎧つけるぞ。わ、これもいいな。見ろ、あれは海賊貴公子。しかし、なんて美しさ。係の女たちが全員倒れていくぞ。そこの君、あまり防具をつけすぎるなよ。重量制限がある。あ、僕の名はキャベンディッシュ。君は何者だ？俺はルフィ。あ、ルーシーだった。紛らわしいな。本当に君が麦わらのルフィだったら、今ここで殺していたよ。だよ。3年前、新世界に現れた美しきルーキーことこの僕に世界中がざわめいた。それがどうだ、わずか1年後湧き出てくる後輩のルーキーたち、最悪の世代が獅子奮迅の大立ち回り。記者たちはもう僕に見向きもしない。だから殺すんだ、目障りな後輩たちを全員。そうか、じゃあな。おい、まだ話は終わってないぞ。めんどくせえやつだったなあいつ。あ、なんだこの銅像。その人に興味ある？誰だ？
レベッカ、検討しよう。それは伝説の人、コロシアム史上最強の剣闘士キュロスだけど、この国中の誰も彼のことを知らない。はあ、わかんねえ話だけど、俺は好きだぞ、この銅像、男らしくて。私も好き。そういや、剣闘士ってことはお前も出場すんのか？うん、私、優勝商品のメラメラの実の能力を手に入れて撃つんだ、ドフラミンゴ。え、ミンゴ？一回戦終わった時、お互い生きてたらいいね。おい、俺の目は節穴じゃねえぞ。いくら変装しようと、俺の経歴に傷をつけた野郎の顔は忘れねえ、麦わら。あ、お前はマロベラミーだ。彼は海賊ハイエナのベラミー。かつて空島へ立つ直前のルフィと戦い、敗れた過去を持つ。その後、ベラミー自身も空島に到達。ドフラミンゴに莫大な黄金を持ち帰ることで、ドン・キホーテファミリーでの立場を得ていた。そう、ベラミー、なんでここに？メラメラの実に興味はないが、優勝すればファミリーの幹部に昇格できる。ドフラミンゴはガキの頃から俺の憧れの海賊だった。やがて来るでかい波を越えるたびに、俺はドフラミンゴの船に乗る。麦わら、もうお前を笑わない。麦わら？もし本物の麦わらのルフィならば、君の命は僕がもらう。麦わら、今倒してやる。言ったはずだね。
お前には取らせねえ、キャベンディッシュ。育てられたって本当か？そう、兵隊さんはたった一人の家族だった母を失った日から私を育ててくれた。親も同然の人なの。ずっとそばにいてくれて、何度も何度も守ってくれた。へえ、あのおもちゃが。私の一族はかつてドレスローザを治めていた王族だったの。でもそこにドフラミンゴが現れて王座を乗っ取られた。私も王族の血を引くからと捕らえられて、今は囚人剣闘士としてここで見せ物にされてる。なんだそれ、ひでえ話だ。兵隊さんは私たちみたいな人を解放するためにドフラミンゴを撃つ準備を進めていたの。何年もかけて。そして今日、兵隊さんがドフラミンゴに決戦を挑むって。彼は自分の命と引き換えにこの国を滅ぼす気なの。もう守られるだけじゃ嫌なんだ。今度は私が兵隊さんを守りたい。兵隊さんが死んじゃう。リュベッカ、Bブロック勝者はバルトロメオ。さあ次はCブロックの試合です。試合が始まる。決勝で会いましょう、ルーシー。おう、頑張れよルフィ。あ、どこだ。窓の外か。ゾロ、キンヤモン、どうした。ロー殿がドフラミンゴにやられた。それだけじゃねえ。海軍大将がドフラミンゴと組んでる。おかげで町中海軍だらけだ。急がねえとまずいぞルフィ。無事か、お前ら。サンジ、そっちはどうなってる。順を追って話すぞ。まずドフラミンゴの王位放棄、あれは真っ赤な嘘だった。俺たちは初めからドフラミンゴにはめられてたんだ。交渉は決裂、トラオはドフラミンゴと戦うことになった。それでトラオをやられたのか。
今私たちはトラオの指示でシーザーをドフラミンゴから遠ざけるためゾーンへ向かっているの。分かった、トラオは俺たちが必ず助ける。お前らは先にゾーンに向かってくれ。メラメラの実、誰かに取られるのは嫌だけど仲間の命には変えられねえ。俺たちはドフラミンゴをぶっ飛ばしに行く。よし、さっさと殺しジャムから出てこい。ルフィ、俺たちは先に向かってる。ゾロ殿、そちらではござらん。あ、でもコロシアムの出口どこだ。トラを助けに行かねえと。出口どこだ。ジョーカーが麦わらを俺に殺せって。ロフィーも甘いな、優勝を逃した男にまたチャンスを。大会が終わるまでに型をつけろ。それで晴れてお前もファミリーの幹部だ。出口どこだ。待て、久しぶりだな麦わら。あ、チャンピオンのやつ、なんか用か。うん、そこにいるのか麦わら。黒ひげか。そうさ、久しぶりだな。で、あ、大会に出場中らしいな、ルーシー。だがメラメラの実はうちのバージェスがいただく。まるでエースが俺の仲間になるようで嬉しいぜ。エースの力はお前らにだけは絶対渡さねえ。で、あ、麦わらを見極めるいい機会だ。派手に暴れてこい。任せてくれ船長、存分にぶちのめしてやる。ウィーハハハハ。メラメラの実はいただくぜ。早くあの能力を使ってみてえな。ふざけんな、お前らには渡さねえと言っただろ。おとなしくしてろ。エースみてえになりたくなきゃな。うるせえ、よくエースの名前を口にするな。悪いか。邪魔者はいなくなったな。じゃねえのに。あ、ベラミンだ。ちょうどいいや。レッドホー、はっ、ミズリーム。ベラミン、お前に聞きたいことがあるんだ。お前のようなんざ知らない。俺と戦え、麦わら。ヒズリーバスだ。俺はもうお前を恨んじゃいない。ドフラミンゴに認められるためだ。ベラミン、どうしても戦わないとダメなの。本当は戦いたくねえけど、これがお前の覚悟なんだな。ええ、俺にも貫くべき筋がある。お前を倒して幹部になると決めたんだ。
だったら全力でやってやる。まだやんのか、ベラミン。どっちかが倒れるまで勝負は終わらねえ。大会優勝の暗殺も失敗してこのざまだ。俺は何も変わらねえな。みっともねえ。変わったよ、ベラミ。ベラミ、麦わら暗殺に失敗したらしいな。あんたには消えてもらう。ディアマンテ様の指示だ。悪く思うな。ホールエレファントだ。ホールエレファントだ。よっはっ。ドフラミンゴが俺を殺せと。ああ、しょうがない。
目障りだからとどめを刺しておくだけ。ボディーダスライブ。捨てるようなやつを俺は許さねえ。騒ぎになるとまずい。そろそろ退散するか。どうせお前らはここから出られないんだ。ベラミ、悪いけど俺急いでんだ。外に出てんだけどよ、出口がなくて。このコロシアムに出口なんかねえよ。選手は一度入っちまったら二度と出られねえ。どういうことだ。お前ミンゴの部下だろ。なんか知ってんじゃねえか。頼む、仲間がやべえんだ。俺は今から外へ出る。ついてくりゃお前も出られるかもな。そうか、ありがとう。連れてってくれんだな。お前が勝手につけてくりゃ偶然そうなるって話だ。俺にもドフラミンゴに通すべき筋がある。裏切れねえ。わかった、じゃあつけてく。ルフィ先輩、メラメラの実は俺が必ず手に入れてあんたに届ける。安心して外さ出てくんろ。ヨグラ、あんたに憧れて海さ出た。未来の海賊王のお役に立てるなら本望だべ。そうか、それなら助かる。メラメラの実はお前には渡さねえぞ、麦わらのルフィ。何者だ。ルフィ先輩に気安く声かけやがって。俺だよルフィ。おいお前、俺はルーシーだ。見ろこのヒゲ。変装したくらいで弟の顔がわからねえわけねえだろ。
どうにか出られたが、町は大混乱だな。あれはコロシアムから海賊が出てきたぞ。通常を逃すな。これは爪だ。おいマッスルメロン、あいつらを片付けるぞ。バルトの目をつけろ。久しぶりサボ、いろいろ話したいけど今無理そう。これは数の手前でもうつたぼろ。戦力としては数えるな。あの人の花、司法の塔の旗を打ち抜いたでおなじみのトゲキング先輩にそっくりだども。嘘って言う。爪だ。一味に心を打ち抜かれたロビン先輩とで、エニエスロビン打ち抜きコンボだべ。お前何に興奮してんだマニア野郎。これは爪だ。いかん。危なかった。助かったぜ。夫婦王宮にいるそう。急いで合流しましょう。やっ、海賊たちが暴れ始めた。このままじゃ町の人たちは危険ね。爪だ。あいつがメラメラの実を食いやがったのか。キモロじゃねえの。爪だ。メラメラの実を、あの男。王宮に行く前にあいつらを倒しとくか。誰か助けてくれ。
この戦場で活躍すれば僕の人気も。も王宮へ行くのか。手を組んだ方が良さそうだ。これは爪だ。お前の兄弟が大軍に引き渡される前に言ったセリフを聞きてえか。黙ってろ。お前がエースを語るな。お前を倒す。
一人で終わりにしやせる。足一人で終わりにしやせる。ここは俺一人に任せてくれ。みんなは先を急げ。麦わらの一味、および、それを手助けする戦士たち、それらに危害は加えさせない。
倒す。ルフィが助けを求めたら必ず駆けつける。地獄を二度と、あんな思いは。これ以上の質問は野暮なようだ。いかん、ストップ。この国じゃヒーローになれねえんですよ。あっしはあんたに阻まれただけだ。まるで博打だな。痛快だな。ドレスローザの国民たち、および客人たち。ゲームを用意した。この俺を殺すゲームだ。この命を取れれば、当然そこでゲームセット。だが、もう一つだけゲームを終わらせる方法がある。この国に潜む反逆者および国民を裏切った元王族ども全員を君らが仕留めた場合だ。やるかやられるか、お前らが助かる道は誰かを仕留める他にはない。なんだ今の。つくな、ビンゴ。デンデン虫か。誰からか。ゾロ、今どこ。ロビンか。王の大地ってとこらしいが、面倒なことになってきたな。誰と一緒にいるの。トラオと兵隊だ。兵隊も人間に戻ったぞ。どこ行った？ルーシー！リベッカ、無事だったか？さっきまで兵隊がここに。兵隊さん、人間に戻ったんでしょ？どんな人？何言ってんだ？あの兵隊がお前の父ちゃんだったんだよ。コロシアムの銅像のおっさんだった。よかったな。いいかレベッカ、まだ泣くなよ。俺が必ずドフラミンゴをぶっ飛ばす。こんなゲームすぐ終わらせるから生き残れ。いいな。分かってんのか麦わら屋。今ドフラミンゴを撃てばスマイルを失うカイドウの怒りは
俺たちに向けられる。行かれる四皇と直接戦うことになるんだぞ。そんな先の話後でいい。この国によく見てみろ。今俺が止まってどうすんだ。待ってろドフラミンゴ、今ぶっ飛ばしに行くからな。ゆっくりと収縮を続けている。中にいる人間を皆殺しにするために。そうなる前にドフラミンゴをぶっ飛ばしてこの戦いにケリをつけるぞ。ねえ、王宮に向かうよ。お父様もそこに向かってる気がするの。攻撃だ。仕方ない、別々のルートで王宮に攻め込もう。遠くの敵は任せてくんろ。ちょっと見えねえ、ルフィ先輩をお助けするべ。よし、はっ、俺たちはこのまま真っ直ぐだ。王宮の元へは行かせねえ。くそ、邪魔な野郎、これを取らねえと王宮へはいけねえぞ。デッドホーク、はっ、デッドサッカー、よっ、デッドホーク。俺が相手だ、そちらの野郎。そのどでけえ図体切り刻んでやるよ。本当は必ずこの中にいるはずだ。敵をかいくぐって顔面を狙うか。ここはドンキホーテの国だ。ヤツが明かねえ、大技でヤツの体勢を崩す。奴の顔面を狙え。あの人を食い止めんぞ。
ルフィ先輩の腕にかけるなら死して本望だべ。貴様らがこうしている間も刻一刻と終焉の時が迫っているぞ。までもおもちゃにしたホールエレファントロケット、ホールエレファントだ、ミズリーバー、ジェットスタッフが大事、ジェットホール、ミズリーHolt!
鳥かごが。このままだとまずいな。私たちの船長に命を懸ける価値がある。ルフィはいつでも勝利の切り札。ルフィ、俺はあの糸を止めに行く。時間を稼げるかもしれねえ。
任せていいか。 ゲームを終わらせるとしよう。
しか遅かれ早かれ町も人もお前の仲間たちもお前も全てだリンゴ、お前をぶっ飛ばしゃ済む話だろうがそれができねえって話をしたつもりだったのにリンゴおいおい、何の冗談だ。ゴムの弾力でまともに立つこともできなくなったか。これで終わりだ。これかをよく使いこなしているようだが、あと何秒もつルフィたちはドン・キホーテファミリーとの死闘を制し、ドレスローザはドフラミンゴの支配から解放された。麦わらの一味とサボは海軍の捜索を避けるため町外れにあるキュロスの小屋にかくまわれ体を休めていた。起きねえな、ルフィのやつ。戦いの疲れが溜まっているのよ。そっとしておきましょう。にしてもエースの他に3人目の兄弟がいたとはな。まったくだ、初耳だぜ。だろうな。一番驚いたのはルフィだろう。そいつはどういうことだ。俺はずっと死んだことになってたんだ。ガキの頃、エースルフィと3人で暴れ回って、将来は海賊だって俺たちは兄弟の杯を組み交わしたんだ。だけど両親に無理やり連れ戻された俺はたまらず海に出て事故に遭った。いや、事件か。革命軍に助けられていなければ死んでいただろうな。その時にそれまでの記憶を失ったんだ。それで革命軍に。よく記憶が戻ったな。頂上戦争の後、エースの訃報を見て全部思い出した。エースとルフィが
俺の大事な兄弟だったこともな。それでエースのメラメラの実を手に入れるため革命軍全軍に協力してもらって今に至るというわけだ。じゃあ帰る。ルフィの顔も見たし。もう？いや、ドラゴンさんにもいい土産話ができた。ルフィには手焼くだろうが、よろしく頼むよ。おう、任しとけ。エースと似たようなこと言ってやがる。国を救った重傷の海賊、こいつを果たして敵とみなすか、この国では英雄と見逃すか。麦わらたちの命運はお天道様に決めてもらいやしょう。サイコロ振って1以外が出りゃ、すぐにでも麦わらと牢の首を取りに行きやす。サボ、もう行っちまったのか。もっと話したかったな。なーに、根性の別れじゃねえ。旅を続けてりゃきっとまた会えるだろう。そういや、今日町へ行ったらレベッカの親父がどこぞの王子だっていう噂で持ちきりだったな。なんだそれ、変な話だ。レベッカの父ちゃんは兵隊のおっさんなのに。その噂は私が流したんだ。え？私のような育ちが劣悪な人間は本来王族と結ばれていい身分ではなかったのさ。だからこれでいいんだ。いいわけねえよ。レベッカはそれ知ってんのかよ。ああ、手紙が渡っているはずだ。レベッカには長い間苦しい思いをさせてしまった。これからは明るい場所で楽しく暮らしてほしい。それにレベッカはまだ子供だ。一時の劇場で将来の幸せを逃してほしくない。テントが騒がしくなってきた。ぼちぼちここも危ねえべ。ルフィ先輩たち、案内します。東の港に船があるからそれで脱出してください。ロメオ、みんなちょっと用事があるから先に行っててくれ。出目は6。さあ天命だ。海軍全体、麦わらの一味並びにトラファルガー牢、そしてその他罪人たちを一網打尽にせよ。どれ、運はもう尽きたのか試させてもらいやしょう。
全力で。ルベッカー、ルーシー、よかった、私ちゃんとお礼を言いたくて。うっせえ、そんなことで来たんじゃねえ。お前いいのかよ、兵隊のこと。もう会わねえ気だぞ。ルーシー、私お手紙もらったの。兵隊さんが一生懸命私を遠ざけようとしてるんだ。どうして？ひどいこと言ったから？私と暮らすの嫌なのかな？迷惑なのかな？知るか、お前が考えろ。俺はこれでいいのか聞きに来ただけだ。嫌だよ、いいわけないよ。じゃあ来るか。うん、行く。ありがとう。気にすんな。あれはレベッカ様、麦わらにさらわれた模様。なんだと？海軍全体に告ぐ！早急に麦わらを捕らえ、レベッカ王女を救出せよ！丘までの道を俺が作る。邪魔な奴を倒したら、あとは自分で行け。あれはレベッカ様と麦わら。まさか麦わらの奴。海軍全体、レベッカ様がさらわれた。至急麦わらを捕らえろ。麦わら、この一大事に君はどこへ。まあいい、こちらは脱出の準備を進めよう。まずは海軍の動きを鈍らせようか。物資を破壊すれば奴らは必ず混乱する。コールエレファント、キラスタボーエッドスタッフ。よし、俺が周囲の敵を引きつけるぜ。その間にしっかり動けよ、キャベツ。言われなくても分かっているさ。僕は物資の場所を聞き出すとしよう。追いかけられたら面倒だな。仕方ねえ、この辺の連中も倒しとくか。ポールエレファント。よし、これで邪魔な奴は片付いた。それじゃあ行ってこい、レベッカ。うん、ありがとう、ルーシー。キャベツ、おめえもうルーキー先輩に突っかかるんじゃねえべよ。僕は奴の仲間に命を救われた。恩人の仲間の命、これ以上狙ったりはしない。切れそうだ。ここで補給しておくか。デッドホーアッツ、ハッツ、ホールエレファントガン、ハッツ、ホールエレファントガン。おりゃあ、子供のよし、これで安心して逃げられるぜ。はっ、よっ、レッドホール。
物資はどこに置いてある？素直に吐くのが身のためだ。教えるよ、教えるからこれ以上攻撃しないでくれ。海軍、国境の程度の人数じゃ俺のバリアは止められねえべよ。なんだと貴様。首のサイボーグフランキーだ。捕らえろ。我々の補給物資を死守するのだ。完了だ。おい、俺だって物資がないぞ。これは一体どういうことだ。頼もしい。あ、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 あ
物資の場所を教えるんだ。これ以上切られたくはないだろう。物資はあそこだ。これでいいんだな。こんな地道な作業をさせるんだ。罪な奴らだな、麦わらの一味。おお、順調だな。そうだ。刻まれている。客がいないといまいち張り合いがないな。さあ次だ。ホールエレファントゲット。よし、俺の指示通りだな。止めることができないとは。ビズリーバンダー。ハッよっしゃー、よかんよ。スーパーホールエレファント。物資はあそこだ。場所は教えたんだ。これ以上俺を攻撃するな。順当に進んでいるらしい。
どけ。子供のイナントジェットシェル。ユダ、強すぎる。物資はあそこにあるぞ。大丈夫だろう。海軍の動きも鈍くなっているはずだ。頃合いだな。行くか。逃げるとすりゃ東の港か。あっしも急いで向かいますかね。ヤスのピストル。よっ。ビズリーバグナム。足がつくまでの間、海賊の皆さんにこれでも自走しやしょうか。ちょ、空から瓦礫が。こんなのまともに食らったらひとたまりもねえぜ。港へ行けば、あの瓦礫を止められるんじゃないか。でも、この辺りの道は塞がれてるぞ。これじゃ港まで行けねえ。おい、バルトロメオ、僕より目立つな。人気は僕のものだ。そんなこと言ってる場合じゃねえべよ。まったく、わがままなキャベツだべ。俺たちの悪運があるや大丈夫だ。よっ、ほんとらこいちまおぜ。油断しろ。やつだけにされないよう気をつけて進みましょう。より目立つんじゃない。その派手な見た目、早く船にしない。やっと進めるか。行くぞ。助かったわ。ありがとう、ニワトリ君。なんてありがたいお言葉。こちらこそありがとうだべ、ロビン先輩。ビズリーバルトロメオ、極上大竜巻。おい、お前のためにやってるわけじゃねえぞ。うるせえな。わかってるよ。ホールエレファントガン。よっ。Stop!
とな。あとは任せたぜ。君は命の恩人だ、ゴッドウソップ。恩人を助けるのは当然のことだろう。やっと通れるようになったか。次行くぞ。悪い、助かった。もうそうもねえべよ。ゾロ先輩が無事でよかったべ。なんとかお守りできたべ。あ、ルフィ先輩だけだとも。どこだべか。万に一つ逃げたとして、その先に未来はねえ。せめてあっしが地獄へ案内いたしやしょう。賭博のおっさん、大将だからって俺は逃げねえ。してるんだ、麦わらは。ルフィ先輩、こんな時に何もマジに戦わなくても。なんとジェットシェル。命を無駄にしなさい。怪我が何の役に立ちやすか。見損ない明日よ。気をつけておくな。また行くぞ。Oh!